なんか今日さ、自分目おかしいんだけど、やばくない？ね、そう？目がめっちゃおかしい。じゃあカスの加工が変なんじゃないのこれ？滑らかが多いから。お隣カスミンって書いてる。でもさ、熊取りしかしてないやん。熊取りがいけん。カスミンって書いてある。いいよ。まあ、いっか。はい。こんばんは。こんばんは。超絶眠い、私がカスミンは超絶眠いです。今日はカッスンがいます。今日はリーチがいます。なんかさ、見て、自分これなのよ。めっちゃ Wi-Fi つなげてないことじゃないの？そういうこと？うん、私さっき Wi-Fi つなげた。でもさっきつながっとった気がするよね。あ、そうなの？うん、まあ、いっか。ごめんね、みんな止まったら。え、カッパアイスギフトのランキングがめっちゃ下がってるんだけど。え、終わったら帰ってくる？21位になっちゃった。めっちゃショックなんだけど。どうやって見れるのそれ？ここに出てきた。うん、めっちゃ下がっちゃった。大丈夫、イブキャビ27位だって。見たい。それどうやって見るの？1日2日配信しないだけですっごい下がっちゃった。私は何位ですか？まあそうだよね。ねえねえかすみ、なーに？これあずみさんパクるよな。そうだよ、怒られるよやばい、殺される。あずみさんファンに、うん、あ、ととみきさん、かっぱやさん、ありがとうございます。キミラリーさん、お疲れ様です。今日はイエスと一緒です。いや、私もな。ひーちゃんもいます。みんなは帰っちゃいました。自分の指が映った。ひーちゃんだけいる、なぜか。ザンタクさん、ひーちゃん大好き。クリームありがとう。うわ、照れ隠しだわ、うん、神戸一部一般。え、どっちだったのこれ、ね、重大な大事なところが見えなかった。リーチ手を振ってだって。アニョン、アニョン。もうさ、ピコピコなるんだけど、なんで？ね、カスミめっちゃなるね。私全然ならないんだけど。もう止まってるわこれ絶対。あ、モイピヤッホー、モイピー。リーチこんばんはとお伝えくださいだって。こんばんは。あ、くまにぼっぱさん、かっぱいさん、ありがとうございます。私の隙面だらけやないかい。トーチブラシさん、これなんだっけ、かき氷か。名前出てこんくなったらいけない。かき氷ありがとう。ウェイヨーだって。ウェイヨーって聞いちゃいの。みやっちさん、帝国さん、今日も夜も行けることになりました。本当ですか、よかった。え、一般の当落ってさ、今日だったひーちゃん。はい、一般の当落って今日だったんだっけ？また山井さん、あ、今日かも。よかった。どうでした、皆さん、一般応募した方は当落どうだった？見えるかな。あ、くまねパパさん、かっぱえさん、ありがとうございます。おゆうさんもかっぱえさん、ありがとう。まつげかわいい感じ。本当ですか？今日は、え、今日撮影あったこと言っていいよね？いいじゃん。今日は仕事終わったから。だからね。いや、内容言わなきゃ大丈夫でしょ。うん。だからメイクをしっかりしました。かみどりさん、まつさん、こんばんは。かすみ、前髪かわいい。まあでもメールでもだって伝えてあるもん。短くすぎなった。短くなりすぎちゃった。てか巻いてるからかも。あ、待って。ひーちゃんし、こんばんは。すいません、ゲームしてて。おい、ひーちゃん、すいません。ひーちゃんはゲームをすると叫ぶタイプです。うん、まあ、一緒にしたことないかわかんないけど。ねえ、エラーコード出た。かすみんに首ったけだって。やった、うん、みんな、ととみちさん、え、違う、だいちゃんさん。なんかみんな、みんなそうやって混ぜるの好きよね。リエチラビューとかさ。ねえ、ほんとに。え、リエチラビューマジで多い。ねえ、どうしよう、目がつむりそう。え、大丈夫、私の配信にリエチラビュー来るからね。え、ガチ？本当？毎回リエチ、リエチって言われる。うん、え、そうよね、やっぱ混ざるよね。リエチ聞いてる前で接触事故した。どういうこと？ん？わかんない。誰？いや、つなんて言ってんの？わかんないわかんない、おもろ。やばい、めっちゃ眠いよ。帝国さん、こんばんは。あ、一部ダメだった。あ、そうなんですね。やっぱり難しい。見てもうやんじゃうわもうやんじゃおう。もうやんじゃう。サイドポニーのカスミが可愛すぎて。やった、ありがとう。でもサイドじゃないんだよね、実は。あ、今日、うん、今日リッチもポニーテール、サイドに流してるだけで。そっか、神戸ってやっぱりなんか人気ですね、すごく。
ひーちゃんは、まあ、場所もいいですね。ひーちゃんはマリカーすると騒がしいですだって。まあめっちゃ。え、自分マリカーしたい。え、ひーちゃんマリカーあんの？あるよ。え、やりたい。やろう。もう寝るっつったやないかい。ねんねん。ねえ、映画見よう。昨日ヒータンと寝ましたかって。あ、昨日は寝てないです。多分見たら途中に寝るけど。マジで寝る。翔太さん、神戸夜はダメでした。やっぱ神戸ってめちゃくちゃ人気ですよね。おゆうさん、アイスクリームありがとうございます。もともおい、誰だよ、もともと潰ってるって言ったやつ。カスミンの目が、うん、カスミンの目もうさ、眠たすぎて潰りそうって言ったらもともと潰ってるって言われる。ける。カスミンってすぐ寝ちゃうからさ。え、ちょ、これ聞いてほしいんですけど、うん、なんだっけ、カスミンとさ、うん、前、なんか4人でさ、あの、お好み焼きじゃない、焼肉行った時あったじゃん、うん、で焼肉食べたのか、食べてお腹いっぱいになったからなのかさ、焼肉のこの熱なのか分かんないけどさ、カスミンにさ、なんかもう眠くなってきたとか言ってさ、寝そうになってさ、ね、食べたら自分めっちゃすぐ眠くなるんよね、うん、そう、食べたからか。もともと目ちっちゃいけさ、え、どこが、え、じゃあマジデイチのデカさいいなって。あとサッチとか、え、カスミン大きいじゃん、目、これが精一杯だね。私はカスミンの顔理想よ。美人。自分はまずここを小さくした。今日も言ったカスミン、カスミンって美人だよねって。みんなが言ってくれる、ありがとう。え、じゃあみんなが言ってくれるってことはそれだけ綺麗ってこと。あ、みんなってもユイナとかだよメンバーだよちゃんたくさんかっぱいさん、ありがとうございます。しない、頑張る。ね、今日も暑くてやばかったね。こんばんは。うん、カスミン隣にいます。ひーちゃん、りえちゃん、お世話になってます。かすみん好き好き。私もやる。さ、一般無事にと見せかけてる。え、ちなみにフットスタイムあるの、ポーズ候補はひーちゃんに聞いてください。だって一般メイヨーらしいです。一般落ちてるじゃないや、当選してる人いなくないですか。あ、ギャルピースだった。一般当選してる人いる、逆に。ギャル今やろ。ギャルギャル、ちょっ、ウィンクしちゃった。なんか調子乗っちゃった。調子乗ってウィンクしちゃった。何様にする。やばい、めっちゃタンクトップみたいなことになってた。肩見えすぎて。最初に比べてカスミンの目は徐々に開いてくるよ、来てるよ。嘘、本当に嬉しい、ありがとう。高道さん、僕はリーチしか狙って、え、嬉しいです。なんかちょっと今キュンとする。私の寿命が縮む。あ、この前雪乃ちゃんのルームをちらっと見に行った気がする。カスミンラビューだって。え、そう、カスミンラビューは誰と誰だと思う。大ちゃん今見ちゃった。違うよ、誰のやつが、誰のハッシュタグだと思う、カスミンラビューって。ちょっと待ってよ、うん、いや、ラビューって誰かおるよ。え、そう、え、ちょっと待って、え、ひーちゃん、はい、ひーちゃん、ラビューって誰のハッシュタグ。気まず、気まず、気まず、すいません、かなり、かすみちゃん、すいません、何やってる、すいません、ふざけてる、すいません。服が ST48 っぽい。あ、そう、これ着てるとね、よく言われるんですよ。シンデレラガール、せやで、海みたいな、ね、今日は3人います。こんばんは、ツナマヤさん。ウェイチ、ウェイヨーだって、ウェイヨー。マイタさん、こんばんは。ひーちゃん、朝配信ありがとうだって。あ、今日配信したか、私。レイチのために。いや、知らん。待って、したわ、聞こえなくなる。レイチのために、昨日ヒーターの配信全部見たわだって。報告したいことある。え、めっちゃ聞きたい。そう、早くしたいね、お話が。でも昨日ね、昨日ディエね、ヒータンチーネ遊びに行ってたからね。最近息をする心の終わっちゃって、だからいつなんかなみたいな。そう、ヒータンチ、ヒータン何話してたっけ。でもまあディエずっと横にいたから全部聞いてましたけど、あのディエがレッスンの時にヒータンが入ってきて泣いた話しか覚えてない。大ちゃんは初見じゃない。ヤシーさん、こんばんは。ひーちゃんで、ひーちゃんで手振ってるわけ。初見詐欺多いもんな。そうよ。え、サッチ配信始まったんだって。で、電波マジ、うん、え、そう、そうマジピコピコなる。そうだよ、サッチ配信始まったんだ。ソーリーさん、こんばんは。ピクミン用意してたら始まった。そう、カスミンは食べたらね、すぐ眠く。 MM で FM の声を見てました。今日カスミンの、ありがとうございます。どうでしたか。今日カスミンのアイシャドウ借りました。うん、カスミンキラキラしてた。ありがとう。
お姉ちゃんとさ、いつもと違う色、うん、お姉ちゃんも見とったん一番最初に徳島公園うん、鼻がピコってしてる。徳島徳島公園でめっちゃキラキラしてた。ありがとう。平田おじさん、愛媛はちょっとキラキラ感しかった。名前変わったんだね。おいちょっとでも徳島の方がカスミンの顔がいいの。隣の芝生は青く見えるだけ。なんで全然ね、そんなの関係なく、うん、私普通に、ね、3期で誰の顔が一番好きですかって言われたら、私絶対カスミンかな。待って、でもリア中も僕も好きだけど、でもカスミンが一番好きかも。そういうことやん。大ちゃんさん、ソフトクリームありがとうございます。めっちゃすごいと思った、私。困る。この時間からシームとの戦い。わかる、本当にそう。キラキラする、誰よりも。大丈夫、私もキラキラする。ごめん、ひーちゃんに負けるくらいキラキラ。今日は川上に散歩行ってきました。めっちゃいいですね。眠い。ね、調子乗って、ま、調子乗ってウィンクしてた。久しぶりやな、キノコどこ向けばいいの？ね、電波そう、マジでここなる。来てくれたの。行った、ちょっとチラッと見た。前髪切った。今日姫のちゃんいないんですよ。ね、今日はいない。試験矯正をかけに行った時にちょっと切られた。また行ってもらった、リュウチ。今日はシティっぽい服だね。だけど巻いてるから短いんだよ。でも実はね、スヌーピーがついてるんですよ。そういうキャラ。おい。ひーちゃん、それ余計なことすぎ。言うじゃん。直でもリアルでも。あ、言うね。うん。ひーちゃん大好きってよく言っとる。ゆうちゃんさん、一昨日9月3日の全国ツアー in 広島申し込みました。ありがとうございます。嬉しい。楽しみに。タイムラグがありすぎてさ、コメントの。よしさん、こんばんは。ひーちゃん、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 今日いつさん配信してたの？何のコアだよ。あ、朝6時前にひーちゃん配信してたよ。だってひーちゃん、ラブすごいね。あ、ひーちゃん、ラビュー、ひーちゃん姫。明日全国ツアーラビューの人だ。ラビューの人だって、あれなの？認識なの？ねえ、3期も出たかったな。一曲でもいいから踊ってみたかったから。自分欲しい、なんか。何がいい？でも緊急生なのにストーチ回れることだけありがたいことですよ、本当に。こんなまだ初心者でも、かすみさんと言ってくれてる人がいるんだよ、うん、そう、ママと前話してたんだけど、デイたちのこの初心者のデイたちのってか 2.5 期生さんは別だけど、この初心者のダンスをわざわざ見に来てくれる人がいるだけでもありがたいことよねって、ママと話してて、本当にその通りだなって思う。第二の家だから、みんなの家は。コロワンさん、こんばんは。あ、ルパンさん、かき氷ありがとうございます。言っとった？ドスプラスさん、うん、ソフトクリーム、うん、夢力の時に首を振ってるのが可愛い。うん、言った言った。カスミンのそう、マジで振っとるよね。やだ、カスミンやばくね、そんな、それは絶対嘘。なんかね、めっちゃね、そう、それはなんかちょっと大きさだけど、でもなんかめっちゃニコニコしながらこうやって首振ってる。めっちゃ可愛いよな。でもさ、ダンスの先生さ、リアの夢力を真似してたんでしょ？そうなの？言ってた。なんかリアの夢力がこうなんかこうなってる。ああ、でもなっとるかも、リアチも。って言ってた。言われてれば。待て待て待て、リアチかすみ、ひーちゃんに髪押し揃ってるやないか、だって。私はリーチの顔が一番好き。別のルームで違うこと言ってそう。そうよ、本当に信憑性がない。リーチさん、こんばんは。だってでもありがたく受け取っておきます。アイス、ありがとう。同期と一緒にいる配信はいつもより素が出てくる。そう、なんかね、オレンジとかちょっと茶色っぽい。いつもあんまり使わない。いつもね、あんまり暗い色あんまり使わないんですけど、今日はね、ちょっと使ってみることにしました。こんな感じです。やつさん、かき氷ありがとう。ちょっとキラキラしてる。この配信見た時よりあれかもしれない。でしょ、うん、リーチとひーちゃんがいるんかな。だってせやで。3期生可愛い子多いからね。みんなって本当にみんな可愛いよね。私もてか、なんかもうさ、見た目だけじゃなくてさ、今さ、みんなの中身までさ好きになっちゃったからさ、本当に一人一人の好きなところをなんか作文にできる。ねえ、ハンカチ持たない人キャラがあるじゃないですか。広島千秋楽申し込みません。ありがとうございます。待っててください。本当に。そう、絶対みんな待ってくないよ、はい、ここのメンバー。また、はい、会いましょうね。ビーチいつでも待っております。それはある。嘘。じゃあ一回もない？小学校の時はある。
ルパンさん今日リーチのツアーが出来上がりました。え、嬉しいです。みんなが撮ったよ。楽しみ。どんな感じかめちゃくちゃ楽しみです。リーチありがとう。ん、学校にハンカチ持ってったことある？え、全然あるよ。リーチ持ってって。そういえばね、なんかね、何持って、持ってかない。え、人生で一回持ってかなかったってこと？じゃあそれはない。小学校の時は持ってた。うんうんうん。高校生は？え、持ってってた。カバンに入ってたもん。毎日？うん。毎日変えてた？うん。えらっ！なんかリーチなんかね、寂しそうだよね。確かに女子力あるよね、リーチが。ありがとう。一番女子力ありそう。でも部屋時々汚い。全然大丈夫だよ。え、荒れる時はマジで部屋めっちゃ荒れてる。そこにスコップだけに貼れた。どういうこと？どういうこと？あ、入れた。貼れた貼れた。やってた。ごめん、ちょっとタイムログでわかんない。ケンツさんこんばんは。あ、めっちゃ気まずかった。あ、やばい、わかんない。ごめんね。水の姉さんこんばんは。帰っちゃった。チョウちゃんさんこんばんは。ふいよんさんこんばんは。相手、あ、相手のネジさん。リーチが頑張ってると信じてるって、頑張ってる、頑張って、うん、わかんないけど、でもなんか自分もさ、この前のレッスンでなんか、なんで泣いたのかわからなかったけど、ひでぴょんさんこんばんは。どんさん、アイスありがとう。でもなんか、あの時はみんな、みんなってか、今日はリーチの家じゃないんですけど、いや、この好きだ。この前は結構いろいろあったから、りゅうちゃん、泣いてしまった。ドンさん、アイスめちゃくちゃありがとう。あ、ある意味いいわ、それ言うな。リュウちゃん、初見です。そう、なんな、だからひーちゃんの配信を見ながら余計自分も悲しくなって、ひーちゃん画面越しに自分も泣いてしまった。しんさん、わかんない。こんばんは。リーチかすみん、リーチかすみん久々に並んだの見たの。だって確かに、え、でもさ、確かにじゃない？うん、そう ね、なんかツアーのレッスンが始まってからさ、そうそう、全然別だったっけ。そう、別々だったからね。で、後半組すぎてね。えいさくさん、こんばんは。リーチはありそう。リーチはハンカチ持ちそのうち上手くなっちゃうから、今見とかない。確かにね。ちょっと待って、吹き出しちゃった。そのうち上手くなっちゃうから、まあまあまあ、今はまだね、初心者。一昨日、9月3日の全国トーチクラスさん、もうリーチしか見ない、3期生はね。だって、まあでも全然それだけでもありがたいことですよ。14人の中で私を選んでくれたんだから。ハンカチを持っているだけだ、リーチ。ひーちゃんに後ほどかすみに会えてもないでしょ。え、そう、かすみんのハンカチの話、今リエのこのルームでかすみんのハンカチの話が話題になってる。待って、そっちでなってるの。うん、ウェイヨーケだ。そう、カスミンはハンカチ、ね、ごめん、タイムラグでわかんない。え、カスミンハンカチ持ってってなかったってこと？ね、え、持ってったことある。持ってったことあるけど、うん、ハンカチ大事、ほぼ持ってってあ、そういうことね、うん、まあでもハンカチ買ってし、どっちかあれば、まあ確かになんとかなる。ジーさん、トマーキさん、こんばんは。カスミンとピーサーは、あ、よかった、ちょっと順位上がった。カップアイスランキング、カスミンス、かわいいね、いいじゃん。絶対の更新したら X マーク、え、そうなの、わかんない、知らなかった。姫なの、ほんまにのモノマネはカスミンとサチエド。え、ぜ、いや、サチエは、あの、芦田、ん？芦田？なんだっけ、芦田愛菜ちゃん。そう、芦田、芦田、なんかサチの、あの、芦田愛菜ちゃんのモノマネが入ってるんですよ。八代優さんがやる芦田愛菜さん。ナチョクさん、リーチってハーフ感ある。本当ですか？初めて言われたんですけど。いや、ほんまに初めて言われました。めっちゃヒータのほんまにってどんなんだっけ。ほんまにでしょ。いや、ほんまに、え、絶対リーの方が似てるわ。ほんまに、いや、ヒメナはじゃ、似ない今の。いや、え、そんな高くないって。いや、ちょっとやりすぎ。いや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 、似てるやろ。夜勤明けうちです。かすみん、ありがとう。お疲れ様、うちさん。大変やね、夜勤。ね、みんな成長する姿が好きですよね。それはめっちゃ思う。たまにショールームのコメントで全部コメント読んでたら、ラグがとか書いてる。え、そう、ラグがね、やばいの。お得いてるけど、これ気にすることない。かすみん、最後スクショタイムしてだって。いや、最後だけやろう。かすみん、報告、広島公演申し込み。お、あ、ナピちゃん、かっこいいさ、ありがとう。会いに来て、かすみんも。
やつくさん、ハンカチ王子って昔も、ま、え、何ですか、ハンカチ王子って。広島公演当選したらって、待ってるね。ハンカチ王子ってなーに。握手会来ませんように、俺が握手会行きにくい。どういうこと？ふいちゃん、かすみ、りえきさん、にんにんで、握手会来ませんように、俺が握手会行きにくい。3人が一緒になっちゃダメってこと？そういうこと？わかんない。リエチはアロハって可愛い別名があります。だってえ、そう、なんかね、リエのママが最初はリエのことをアロハちゃんにしたかったみたいで、その話を前配信でした。え、すごい覚えててくれてるんだ、嬉しい。待って、じゃあ自分もなんか欲しい。え、作ってあげようか。え、違う、自分で、うん、作ってあげようかとか言って小学の頃にめっちゃ可愛い、可愛いと思ってた1年生の女の子がおって、うんうん、その子のこと大好きだったんよ、うん、友達になりたくてずっと話しかけてね、うん、めっちゃ仲良くなったんよ、うん、その子がソラハちゃんっていう名前だっけ、別名ソラハちゃんですごー。え、ソラハちゃんってすごくない？めっ、うん、そう、ソラハさんと一緒なの。え、うん、私もそれにびっくりした。え、ねソラハさんってさ、なかなかそういうお名前ないじゃん。え、待って、ソラハじゃなかった、え、ソアラだった。ちょっと今フルネーム思い出したらソアラだった。やばい、気まずい。気まずい。ソアラでした。だからソアラ、自分はソアラちゃんになりたかったんです。マジで可愛かった。今田美桜ちゃんのちっちゃい版みたいな。え、でもなんかね、わかる、いるよね、なんかそういう子。マジで、マジで目でかくて顔ちっちゃくて超スタイル。めっちゃ可愛い子。超可愛かった。普通はもってしょうがない。そうなんですか。ごめんなさい。友達さん、こんばんは。お、待ってます。トマッチさん、カスミ、カスミ、なーに。でも小学校、え、でも、うん、人懐っこい子人気じゃなかった。あ、確かに、うん、なんか、え、でも、めっちゃ人気、ね、持っててたかも。カスミ、広島公園当選した、当選し、お見送りだったらカスミンって言う、うん、お、待ってるね。カスミンって名前呼んでね。ハロー、カクさん。キノコのカボボさん、神戸の2部一般選考で外れちゃった。え、本当に、私作りたいです。まだ見かけてない、この今日今配信やって一般で神戸当たりましたよって方をまだ一回も見かけてないんですけど。え、もう、え、そんなことある？誰も当たってないなってことある？びっくりなんですけど。でも、え、悲しいな。でも、え、待ってるね。え、でもね、マジですぐ分かる。え、でもさ、ウッチーさんってなんかね、分かる気がするの。え、これでもし間違ってたらマジでごめんなさい。本当にありがとう。あの、でもね、ちょっと2択あるの。背の高くはない方ですか？これで違ったらマジで土下座だ。ハンカチ王子って昔言いましたって、平塚さん。え、分からん。え、ハンカチ王子って何ですか？え、ひーちゃん、トマッチさん、え、ひーちゃんいない？ありがとう。ね、ひーちゃん、ハンカチ王子って分かる？ソラハ、ソラハさんじゃなかった、ソアラちゃんだった。なんか気になるよ、ハンカチ王子、うん、分からんだけど、ひーちゃんはハンカチ王子が分かるみたいよ。なんでよ、おえってやだよ。マシンガーさん、かき氷ありがとうございます。今日顔が元気やな、リエちゃん。そう、なんか、なんだよ、野球選手かなんか。あ、そうなんだ。ソアラちゃん、いや、なんか本当に引いた、この前のレッスン終わりに引いたんの家に行って、それで引いたんと一緒にね、話して普通にいろいろちょっと雑談しながらご飯食べたりとかしてたら、それだけでめっちゃ元気が出た。え、うん、待って、マジでそうしたい。もう絶対覚えるから、待ってるよ。もうなんかね、本当にリエの精神安定キラキラしてるでしょ。姫だわーって似てた、本当に。それのそんな気がするけど、これはもう確実にするには広島公演でご挨拶。石和田さん、リーチってタワレコのサインってもう書いてるけど、まだ書いてないんですよ。まだ書いてない。書きに行きたいの、今度みんなで書きに行こうかな。で、今度さ、広島のタワレコにサイン書きに行こうよ。いいよ、ね、誰書きの？うん、え、ゆいなとかも、え、ひーちゃんとかも書いてたよね。書いた？サイン、広島のタワレコ。あ、書いた書いた。そうね、え、書きた。野球選手だよって。野球選手なんだ。ちゃんさん、吉かなさん、こんばんは。
そうだ、カタカナがいいな。待って待って、ちょっとあのリエチと合わせる。ね、待って、やだ。え、なに、自分で白くないの。え、やだ。なに、ね、トーン上げてるからトーン上げてるから白く見えるだけでね、実は白くないんですよ。これ無加工で、無加工で漏れてる子やない、これ。ね、ソラハさんじゃなくてソアラさんだったらしいです。だいたいさ、セブンのみかん氷食べる。え、本当にあれ本当にカロリーもそこまで高くないのに、めっちゃなんか涼しい気持ちになれるし、めちゃくちゃおすすめです。美味しいし、広島公園当選しますように。食べてみてください。今あ、当選してほしい。おすすめ中。え、リエ、リエ、あのなんか小学校の時って小学校の時あんまりいい思い出ないかも。高校が一番楽しかったかな。中学は、うん、小学校の時の思い出、小学校の時なんかいい思い出あるかな。ヒゲジ久しぶり、ヒゲジ来た、ありがとう、待ってたよ。フルコンボだ。それも大切にしといてね。捨てないでよ、泣いちゃう。あ、かき氷もありがとう。スミのうちを作ってる素敵なセットで、え、めっちゃ見たい。あー、なるほどね、キャンセル分しかってことね。兵庫めちゃくちゃ人気ですね。もともともうソードアートだったのね。確かに埼玉で公演もしてみたいですね。広島当たるといいなね。私も祈っとくよ。そう、このリップも、なんでキャサリンっぽい顔が。このリップもカスミンから借りたやつです。シナマサキさん、服以外スティーブっぽい、ね、そう、それね、めちゃくちゃ言ってもらえるんですよ。これパジャマなんだっけ、パジャマ、部屋着なんですけど、これを着るときにいつもね言ってもらえる、スティーブっぽいねって。やばい、多分さ、これ原因が分かったかも。ピコピコになる、充電がないからかも。もう 10% になっちゃった。それある。え、そうなん、私なったことないんだけど。ちょっとね、だからちょっと終わってもいい。うん、充電、今充電器がないから。ひーちゃん、ハンカチ王子は分かるんか、おじ側の人間だなって。え、でも全然分からんかったって言ってたから、ひーちゃんこっち側です。ちょっとお願い、みんなかすみんのファンが一人でも多く当たりますように。オッチー、今日は可愛いで、ハニカミ王子、ハニカミ王子ってなんか聞いたことあるかも。ハッピーサッピーさん、星ありがとう。どうさん、アイスありがとう。みやちさん、アイスありがとう。かき氷もありがとう。うん、安定剤にかすみを触れてあげて。いや全然、いや本当にあの時にレッスン室に入ってきたのがかすみであっても、 D は多分泣いてたと思う。10歳の方、カジーさん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 、 KTZY ってなんて言うの。え、ユイニャン始まったよ、だって。うん、カジさんかな。10歳の方、カジさんありがとう。ドミカドさん、12の方ありがとう。11の方、ミヤチさんありがとう。10の方、トモチさんありがとう。今週末広島タワレコ行くので、サインのない DH の写真見に行くので、あ、ぜひぜひ見に行ってください。逆にさ、サインがないやつの方がさ、レアなじゃない。待って、これから1年はこれなわけだし。ゴンさん、ありがとう。サインの方、ナビちゃん、9月3日までにタワレコサインよろしくね、だって。え、オッケー、ちょっと待って、じゃあみんなでさ、行ける日をさ探していこうかな。ありがとう、皆さん、一緒に行きたいから。今日も見てくださってありがとうございました。ではまた、ちょっとごめんなさい、充電がないので終わらせて。ちょっとみっちゃん、ヒータン、あの声だけど癖になる。え、わかる、ヒータンの声ってね、癖になりますよね。なんかね、もう一発でわかる声してるよね。でもハンカチ王子もうちも野球選手の方なんですか。全然わからなかった。
サイン書かずに下まつげ出してきたらって、え、あのね、アーシャは多分まつげがね、あった、私アーシャまつげあったっけ、なんかまつげなかったっけ、涙でも涙袋がなかったっけ、マイピヒータンぜひ登録連れて、え、もちろんよ、私ヒータンがいないとどこにも行けないから、マジでなんで泣いてます。え、なんでかな。ディエがいつもトトミチさんの話してるからかな。ひなつぐさん、ディエちゃんってセンター分けも似合いそう。え、本当ですか。でもオーディションの時はね、結構たくさんねしてました、センター分け。うん。てかそもそも前髪が薄かったんで、センター分けもよくやってました。私個人的には前髪ない方が好きなんですよね。そんな感じ。じゃあリエもそろそろ配信終わりにしようかな。そう、この服がね、カスミ終わったよって。そう、カスミ隣にいたからさ。キメラちゃんロス再発してたって。え、でも昨日あったから大丈夫、今日もあったし。それでは誕生を読みます。13位みさみさん、あ、みさみさんありがとう。12位クックさん、ありがとうございます。11位イシケマシンさん、いつもありがとう。10位ルースさん、ありがとうございます。9位キャップさん、いつもありがとう。8位ダイちゃんさん、ありがとう。7位トウモロコシさん、いつもありがとうございます。6位オイルマス元気さん、ありがとう。5位高陽さん、ありがとうございます。4位ルパンさん、今日もありがとう。そして3位はナピちゃん、ナピちゃんありがとう。そして2位はサヤマッチョさん、ありがとうございます。1位はチャカチャカちゃん、クマネッポさんでした。このチャカチャカ言う人言わない日は。ひなたおじさん、アンドロイド持ってるやつあるよね。え、本当に、え、いる？アンドロイド持ってるかな。ひげじ色白くなったよね。え、本当ですか、嬉しいです。え、それは嬉しい。え、嬉しいです、白くなったなら私はとても嬉しいと思います。はい、なんでこんな上位におるって。え、どういうこと。え、本当だ、サム。え、でもサムッチさんわりかしいつも来てくれるじゃないですか。ね、はい、ありがとうございました。はい、おやすみなさい、また明日。バイちゃん、おやすみ。